じゃあですね、YHA ですね、明宝ハウスのですね、ですね、評価したいと思います。はい。で、あのこの YHA のですね、この明宝ハウス、これなんかあのこれ非常にあれですね、あのまあ香港の中でも有名な場所で、香港のこの古いですね建物とかがいろいろ紹介されているものがあるんですが、その中にですねこの明宝ハウス入ってて、で歴史建築の2級のまあ歴史建築っていう形で認定されているということみたいで、はい、まあ、これ見るとですね、1953年にこの辺りあの山水壕とか石明とかっていう地区なんですが、なんかこの辺であの大きな火事があったと、で1954年にまあ作られたっていうことみたいですね。はい、まあ非常にね、まあこう古い建物というか、まあ趣があって、まあ、そういった意味ではすごく楽しめるところですね。はい、でここはあのこの何ですか、 YHA ですか、これあのユースホステル、あの YHA ですね、ユースホステルアソシエーションですかね、ということで、まあ、ユースホステルですね。でそれで、まあ、まあ通常のホテルとやっぱちょっと違うところがあるんですが、まあそういったところもですね、まあ、結構楽しめるかなというふうに思います。はい、でですね、この明宝ハウスの評価ですが、まずあのロケーションはねこれいいですね。これあの山水壕ですね、 MTR、 あと石明、どちらからもですね、まあ、徒歩で5、6分で来れます。であの、まあ、山水壕って言ったら、まあ、香港の中では本当下町の下町って言われるところで、あの、まあ、結構面白いところで、まあ、そういったところがこうすぐ近くにあるという形で、はい、まあ、ロケーションに関してはですね、これ5段階で星4つ。はい、あとあのこの明宝ハウスのサービスですね、これはねちょっとね、これ通常のホテルだとやっぱちょっと違いますね。やっぱユースホステルって形なので、あのまあチェックインするときにですね、歯ブラシとですね、とタオル渡されると。でチェックアウトするときにですね、今度あの枕カバーとかシーツとかですね、あとタオルとか、その辺は返してくださいと。で滞在期間中は特にその、まあ、クリーニングはしないみたいな話をもう最初からしてきてですね、で、まあ、水とかも、まあ、部屋には置かれてないと、まあ、輸送してるんですから、まあまあまあ、自分のことは自分でするという形のもので、まあ、これはあの通常のホテルのサービスなんかで比較するとですね、まあ、ちょっとあまりもないというふうに思うかもしれないんですが、はい、まあ、ユースホステルでこう楽しむという感覚で泊まればいいんじゃないかなと思います。で、まあ、サービスに関してはですね、まあ、そういった形なので、まあ、5段階で星2つ、はい、あとあの快適さはねどうでしょうね、まあまあ案外快適でしたね。あの前ね泊まったホテルも私は緑、このグリーン緑色が貴重だったんですが、ここも緑を結構貴重にしてて、この緑色っていうのは案外なんかこう落ち着くんですね。ですのでまあ部屋にいる感じは悪くなくてですね、まあ快適さに関してはこれ5段階で星4つ。はい、でファシリティはですね、これこの期間、まあ、コロナの期間ということで朝食場所、あカフェがこの中にあるんですが、そこもやってなくて、で当然ジムとかプールもないという形です。ただあのその代わりですね、この明宝ハウスの中でですね、資料館みたいなのがあってですね、まあ、そこの見学が無料でできると。であの時間によってこのツアーみたいなものもやってるので、まあまあそういったものは楽しめるということなので、まあ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 、施設はないんですが、まあ、そういったことを楽しめるという形なので、まあ、これ5段階で星3つ。はい、で朝食に関してはですね、まあ、特にやってないと。ただ、まあ、この辺りっていうのはもうちょっと外に出るとですね、もう至る所にこの飲食店、レストランがあるので、なんかあの、たまたま行ったところはですね、朝の4時半からなんか朝食やってると、オープンしてるという、なんかすごいところがあったんですが、はい、まあまあ、朝食はということなので、朝食はまあ評価なしっていう形ですね。はい、であとコストパフォーマンスですね、これね300ドルちょっとぐらいで、まあ、この、はい、滞在したんですが、まあ、部屋はゆったりしているという形です。ただあの、まあ、サービスってもあまり求めることもできないので、まあまあそういったことで考えるとですね、評価としてはコストパフォーマンスとしては5段階で星3つですかね。はい、まああの、まあ、通常のね、あの、まあ、ホテルに泊まる感覚じゃなくて、まあユースホステルですねの
の感覚でこう止まってみると、なんかまあ昔に帰ったみたいな感じでですね、ああたまにはこういったものもいいいいもんだなというふうに僕自身も感じたので、まあ多分そういうふうに思う人も多いんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、今回は、明峰ハウスですね、サセボの明峰ハウスの、紹介でした。